はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソング、よくいらした。テオドールをやっていきましょう。城の主としてはあなたを歓待せねばならないところだが、これから戦に赴くところ、申し訳ないが遠慮していただきたい。戦争か、事情を話してくれ。テオドールがおかしくなり始めたのはコンスタンスとラファエルが結婚してからだ。フラーマが守っているディスティニーストーンを騎士団に引き渡すように要求した。フラーマがそれを断ると、ついに軍を率いてバイゼルハイムに押し寄せたのだ。ほとんどの騎士は彼に従うか日和見をしている。だが私は騎士団の盾、このような無法を許すわけにはいかない。これからテオドールと一戦交えに行く。勝ち目はないぞ。勝負は見えていてもやらないわけにはいかんのだ。テオドール乱心。勝負は見えて、あれ、これラファエルに話すんだっけ。お久しぶりです。あ、そうだ、コンスタンツがこの城にいるんだ、結婚してるから。え、ちょ、何も言わねえし。コンスタンツに話しましたかみたいなこと言ってねえし。まあいいや、会いに行こう。どこだっけ。ここじゃない、広い2階の。あ、いたいたいた。よくおいでくださいました。現在の状況をご存知ですか。うん、知ってるつもり。父が変わってしまったのは私たちの結婚式の直後でした。どう変わったんだ。以前から厳しい人でしたが、今は残酷なだけです。行動で手本を示す人でしたが、今は言葉で人を操っています。そして優しい父だったのに、今は。コンスタンス、泣いている場合ではないぞ。ごめんなさい。これはラファエルにも話していないことなのですが、あれは父ではないと思っています。そういう気持ちなのは分かっている。違うのです、気持ちの問題ではなくて、今ミルザブールを治めているのは父ではなくて別のものだと思うのです。話をしてもそばにいても父の感じとは違うのです。どんなに人が変わっても間違えるはずがありません。では何者かがテオドール殿になりすましていると。そうです。そして父はもうこの世にはいないのではないかと。コンスタンス、とにかくミルザブールへ行って確かめよう。城へは誰も入れてくれません。この鍵をお持ちください。城の抜け道に出入りするための鍵です。よし、騎士団の鍵。これを使ってラファエルに会いに行っていたのか。ええ、とにかく父のことを確かめてください。そして騎士団を助けてください。それができるのはあなた様だけですわ。グレイ様、お願いします。テオドール乱心。まあ一応見てみましょう。テオドールがフラーマのいるバイゼルハイムに攻め込んだ。テオドールの狙いはフラーマが守るディスティニーストーン。コンスタンツからも事情を確認しよう。今のテオドールは偽物、ミルザブール城へ潜入せよということで、ではミルザブールへ行きます。もう敵がどんどん倒していっちゃっていいよね。ここまで時間が進んでんだったら、あとは己を鍛えること。もうちょっと暴走しすぎてこっちに入っちゃったよ。3倍はマジで暴走すんな。どこだ、2倍だな。鍵とか持ってった方がいいのかな。鍵っていうか宝箱とかあんのかな。ちょっと待って。まあ使っていくのはウコムの矛だよね、やっぱり。で、力や
スイッチバックが10か。よし、これにしよう。で、フォークプレイ。お、耐えられる。まあ、一旦出せな。宝箱。あ、普通の槍だな。スピア、めっちゃ普通。強化弓か、まあまあまあ。で、ここで地図拾って。この場所だな。テオドール殿が捕らえられているのは邪教の廃墟。ブラテックス様だ。その地図を見たからには生かしておけれ。強い奴とは戦えたくないんだけど。で、投票割だ。3倍にしてんだよな。一気にねじ伏せよ。陣雷。あ、で、フェニックスアロー覚えたんだよね。まあ、それはいいとして。一番最初、アロレにまだ打てないのか。もうデタラメでいこう。で、フランシスカの、ちょっとこのターンはひたすら全体攻撃。演武剣も覚えたんで、LP2 も消費するわ。弱っ。敵がね、雑魚すぎる。テオドール乱心が更新された。ここは早っ。なんもないか。では邪教の廃墟に行きます。ここもまあちょっとね、通常バージョンでやってやるんで、要所要所だけ見ていきましょう。666円ポッチ。480円邪眼の魔除け。幻獣剣。え、幻獣剣ってどうなの。そもそも何のあれだ。13極剣。弱くね。腕力がアップするっちゃアップするのか。え、術具どういうこと。装備だけしてみる。タウンソード。あ、クラス補正って入ってんじゃん。まあいいや、ちょっとよくわかんない。幻獣剣使い方がわかんないっす。今さら地図かよ。じゃあレッドドラゴン戦っすね。この体勢うちどうだったっけ。バルコブの方向で、さあどれがいいかな。ちょっとスカッシュってさ、遠距離攻撃だっけ。で、藤娘がちょっと溜めないといけないから、まあ力矢で打っておいて、骨砕き、腕力下げか。防御下げるやつがいいな。なさそうだから、スイッチバックが10。いや、劉備返しでいこう。サイコブラストで変幻自在使えるからやっちゃおう。9予備地でスカリキア。スカッシュがどんなんだったか分かんない。炎のブレスがどうだ。ちょっとこれどんだけ耐えられるか。アクアマリン持ってないからね。死んでるし。あ、違う、死んでないわ。 LP が削られたのか。ハイパーハンマーで、影矢はまだ使えないし、フェニックスアロー3本使うんだ。ヒットポイント吸収いいよな。あ、ちょっと狙い撃ちでいこう。ケチって。敗者回復するか。クロリアも回復させよう。癒しの水は2か。あ、でも前線のやつ3人しか食らってないな。シフの方が火力高いから視力、シフ回復して、ちょっと何も使えん。バーバラ、カスミセガン、過激、やばい、危ねえ、神クラフ、やばい、完全に頭狙われてんな。
交流が失礼。草伏せで、ちょっと3人減ってんのか。クローディアで癒しはまあ自分だな。で古典、あやばい、なんか炎をまとっている。早めにセーフバニーか。指返します。うわあれなんか大丈夫だな。でハイパーハンマークローディアはもうとにかく回復だな。シーフ流儀返しバーバラ、古典が使えない。カスピニーだ、いいね。過激があるのは結構過激狙いで行くのはありだからな。やばい、クレイ死ぬ、死んだか。やっぱりクローディアの回復量がちょっと少ないよな。癒しの水の、あそこはもう知力の差だと思うけど、しょうがないね。古典、うわなんかヤバそうな来た。前線か。ただまあまあまあなんとか耐えた。もう一人回復覚えさせないときついけど、3人回復させると2人しか攻撃できないからな。そこがなかなか難しいとこだよね。ちょっとバーバラが減ってる感じか。スイングダウン、アイシャがずっとあれだな、回復に入ってんな。古典まだ使えるか。せっ、すげえ、きたー。これでも全体じゃないからね。せ、なんかほぼほぼ全体なんだけど、これイフリット戦めちゃくちゃ心配なんだけど。ゲーミスってる。いやまあ一応ね、全員高級傷薬は持ってんだけど、まだダメか。でグレイだな。カスミニだ。竜の叫び、なんかちょっとやべえの来てた。あれなんかすげえ、めっちゃ恐怖になってる。これやばくね。ちょ、癒しの水を打ってくれた。グレイは大丈夫。あ、撃ってんな。攻撃力が下がるとかか。草伏せ、浄化の水、いやーダメだね。もうやっぱ回復したい。んー、浄化の水を使おう。シフに火力だからな、シフ今。よし耐えたよ。大丈夫だね、耐えるね。スイング、スイングダウン。スイングって射撃、打撃プラス射突どうなの。天狗走り、あれ浄化の水やっぱり打ってなくない。龍火返し、スイッチバック、この歯落とし、なんか何がいいんだろう。いい加減ちょっと倒せないとまずいぞ。びっくりした。まさか、バーバラもやばい。大丈夫か。いや攻撃してくんなかったな。やっぱり恐怖で攻撃してないね。その分 BP がめっちゃ溜まってんだけど。グレイ呼び返らせないと。古典、バラバラが強くなってないのか、助かるよな。よし倒した。すでヒットポイントしか上がんねえし。でこの先だっけ、テオドールいるの。でこの石像の向いてる方に行けばいいから、ここか。
テオドール殿。君は私を助けに来てくれたのかね。かたじけない。状況はどうなっているのかね。今の状況はこうだ。ラファエルを牢に入れた頃から私はサルーインの手下に操られていたようだ。それが正気に帰ったために今度は囚われの身になったわけだ。奴らはデスティニーストーンを狙っている。すぐにバイゼルハイムへ行こう。テオドール乱心が更新された。城内の地図を発見で、本物のテオドールがいます。救出しました。バイゼルハイムにいるのは偽物ですと。俺 LP 回復させたいんですけど結構きついよな。では準備万端、バイゼルハイムへ行きましょう。お前が偽物なのは分かっている。陰謀もこれまでだ。ではこんな窮屈な姿をしている理由もないわけだ。さて、イフリート戦初手防御しとこう。火の鳥がマジ厄介だからな。これで一旦ちょっと耐えしのごう。まずまあ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 、こっからだな。でウコムの方向はもうちょっと陣内で行こう。でクロリア弓だからやっぱりもうどんどん打っていこう。プラズマショットの方がいいんじゃない。でシフがないから高級傷薬を一回使っちゃおう。誰に。バーバラだな。あれバーバラってなんか回復魔法あった。回復魔法じゃね、遠距離攻撃なくねこいつ。いや結構やべえな。一回変幻自在打って死を確保して。あちゃー死んだ。やべえ966か。まあ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 しょうがない。クローディアとグレイが肝だな。グレイ生かしておくか。ヒートスイング。よし耐えてる耐えてる。え一回攻撃だよねイフリートは。さすがにであれば次の火の鳥が来るまでに型をつけたい。あれなんでこんなダメージが違う。でできないときは回復しよう。アイシャでプラズマショットでクローディアも回復しておこう。ここはちょっともうクローディアに頼るか。400なんだ。ザップショットって何。めっちゃかっこいい。え強え。これ使ってくんのかよ。痛い。ただ呼びがやらせる。え待って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 。クローディアないよ。あれが回復させないと。ザップショットっていくつ使うの。8の3。ってことは一回力矢を使う。いやちょっと回復しよう。やることないから。でちょっとバーバル読みやらせるか。でサイコブラストいけんな。だってサイコブラストとさ生命波動だったらどっちがいいんだ。ちょっと生命波動の攻撃力見てみよう。コラッとスマッシュ強すぎる。一回見せてた。よしよしよし OK。 そろそろちょっと火の鳥が来そうで怖い。900生命波動549。どうなの。でも陣内打ったらちょっと無理だな。えなくない。だって攻撃するすべがない。防御しよう。クローディアザップショットいけんな。これはもうガンガンいこう。
で、アイシャも今回ちょっとサイコブラストで攻撃に入って、でグレイを回復。いけ、ザップショット、1165、宿体砲、これ誰くれ、おー生きてる。サイコブラストの方が強いな。あ、でもサイコブラスト、あ、そうか、防御してたのか今グレイで、まだ8あるから大丈夫で、ザップショットのサイコブラ、あ、ダメだ、もうバンバラあれ持ってねえんだ。グレイは回復させておきたいからな。で、じゃあどうする、エナジーボルトこんな時に使おう。ザップショット、押した押した、強え、ザップショットマジで。君には世話になったな。コンスタンスがお威厳したとへ行ってしまってから、この城も寂しくなった。私には後を継ぐ者がいない。どうだろう、君がここの後継ぎになってくれないか。いや、今のはただの冗談だよ、気にしないでくれ。フローマ様、サルーンと戦う覚悟はできた？できました。ああ、ではこの火のルビーを受け取りなさい。火のディスティニーストーンよ。ルビーゲット。ルビーの守護者10000円、234円。テオドール男子更新、偽物を倒し火のルビーを受け取ったということで、あれルビーってどこだっけ、 V 盾ではないの、まあ、大体なんか首とかね、指輪とか、指輪系か。ゴールドリング、状態以上に強いで、ブラックダイヤ持ってるでしょ。パールリング、雷に強い。水流の指輪はだってつけときたいでしょ。グラマーリング、あー、じゃあまあグレーに装備させるか。状態以上耐性が下がるけど、まあいろいろ上がるからね、そもそもルビーで、時あとでバイズ、おお、フラーマちゃん仲間にできるわ。仲間にしないけどね今回は。フラーマよ、彼らはここに帰ってこれるだろうか、それともミルザのように。神のみぞ知るね。フラーマちゃん、火の術を覚える。で、アイシャ。で、火の鳥だよね。水の呪法はすべて封印されます。よろしいですか？はい。リバイバーがあるじゃん。一応買っとく、金あるし。で、魔法は10個覚えると LP が1下がるんだよね。生命の炎って何？まあ、ありだな。ヘルファイアはいる。1、2、3、で A4、 ちょっとわかんねえ、何個覚えてる今。アイシャのスキルでいいのか、どれだ、術こうか。で1、2、3、4、5、6、7、8、9、あ、足んねや、あと1個覚えよう。まあヘルファイアでいいか。
よし、ちょっと合成術変えますか。で、愛者をちょっと海賊にして、で、これ細剣スキルがあるんですよ。で、炎のロッドが細剣スキルなんで、これで火の鳥のねコストを下げられるはずなんで、あといろいろ試してて、愛者の LP 火の鳥使いすぎて今 LP4 しかないけど、これはいけるはずなんだよね。あ、そうだよね、炎のロッドで火の鳥が LP コスト1の黄色なんだけど、通常に使うとすると1マイナスなんだけど、これが、あ、ちょっと待って、高速好きになっちゃう、変えて1マイナスだったらこれでいいよね。で、どれくらいの威力を発動するか。で、今海賊にいるってことは、愛者少し前線に出して普通のやつ切り弱え、なんか全然サイコブラストの方がいい気がするんだけど、水だから効いてないのかな、ちょっと謎だな。3になってるし、まあ、ちょっとサイコブラストに戻そうかな。なんかあんま強くない気がする。ちょっとローザリア術奉仕でサイコブラストに戻すします。戻して次回、やっていこうと思います。最終試練とかそろそろ挑戦しようかというところで、今回は終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。